木星は太陽系にある惑星の一つで内側から5番目の光転軌道を周回している第5惑星である。太陽系の中で大きさ、質量ともに最大の惑星である。木星及びそれと同様のガスを主成分とする惑星である土星のことを木星型惑星と呼ぶ。かつては天王星、海王星も木星型惑星に含まれていたが、 現在ではこれらの2惑星は天皇星型惑星に分類されている。木星は古代から知られ観測されてきた。そして多くの文明で神話や信仰の対象となった。英語ジュピターは古代ローマ神話の神ユーピテルを語源とする。太陽からの平均距離は7 7 8 0 8トルである。仮に、 直径約1 4 0 6トルの太陽を直径1メートルの玉とすると、木星は約5 6 0ル離れたところを周回している直径1 0ンチの玉となる。周期は11.86年であり、これは土星の5分の2に相当する。言い換えると、この2つの巨大な木星型惑星は、その光転周期が軌道共鳴後2の関係にある。 木星の赤道傾斜角は非常に小さく3.13度しか傾いていない。この結果、惑星上には有意な季節変化がほとんどないと考えられる。木星の重力加速度は秒速24.79メートルにであるが、木星は 約10時間という猛烈なスピードで自転しており、大きな遠心力を生じるため、重力が幾分相裁されて、赤道上での重力加速度は、秒速23.12メートルに減少する。また、この大きな遠心力は、木星そのものの形状にも影響を与えており、赤道方向の直径が、自転軸方向の直径よりも7%程度、膨らんだ。 大円球の状態にある。視認できる惑星表面が固体ではない木星では上層大気の作動回転が確認される。極域の大気は赤道部分の大気よりも回転時間が5分長い。木星の時点は大気の動きなどに即した3つの形に分けて説明される。 システム I は赤道を挟んだ南北重度の領域で最も早く9時間50分30秒で一周する。システム2は I を挟む南北部分の中緯度にあたる領域で周回時間は9時間55分40.6秒である。システム3は電波天文学によって定義される惑星磁気圏の回転を指し9時間55分29.37秒で一周し、 個体核の自転周期と同値と考えられ、システム3が木星の公式な自転とみなされている。地球と木星の大きさ比較。大赤藩は地球のおよそ2から3個分の大きさである。直径は太陽の1、10で地球の10倍ほど。大赤藩は地球以上の大きさ。太陽系の中で木星は太陽に次ぐ。 重力中心であるが、半径比は10%に過ぎない。それでも、その質量は、太陽系の木星以外の惑星すべてを合わせたものの、2から2.5倍ほどに相当する。そのため、太陽木星系の重心は、太陽の内部ではなく、太陽半径の1.068倍の位置に相当する、太陽表面付近にある。 なお太陽系全体の重心への寄与は木星が49%、土星が27%であり、主にこの2惑星の位置によって、太陽系の重心は、太陽内部に出入りする。地球との比較では、質量は318倍、直径は11倍、体積は1321倍ほどある。半径は、太陽の10分の一に等しく、質量は1000分の一である。 密度は、両者で、ほとんど差はない。木星質量は MJ、または、マジアップで表され、太陽系外惑星や褐色矮星などの天体質量を表示する単位にも用いられる。例えば、オシリスの質量は 0.69MJ、コーロ 7B は 0.015MJ である。理論モデルによれば、もし木星質量が、 現在の質量よりもある程度大きかったならば、木星は増大した重力によって、現在の大きさよりも逆に縮んでいたと考えられる。少々の際では半径に影響を及ぼさないが、地球質量の500倍、木星質量の1.6倍程度、重かったとすると、重力の増大によって、木星内部の密度が高まり、構成物質の増加に反して体積が小さくなると、 考えられる。質量増加によって、かえって半径が収縮する傾向は、木星の50倍程度重い褐色矮星の領域まで続くと考えられている。木星が構成として、輝くには、水素を中心として、現在の75から80倍程度の質量が、なければならないが、半径で30%程度大きければ、赤色矮星にはなり得たという。 木星は太陽輻射で受ける熱よりも多い熱量を放射している。木星表面の温度は 125K であり、これは太陽光エネルギーだけで計算される温度 102K よりも高い。この差は木星内部で生成される熱によるものであり、太陽から受けるエネルギー量に匹敵する。この熱の一部はケルビンヘルムホルツ機構と呼ばれる。 断熱過程で生じるもので、この過程によって木星は年間2センチずつ縮んでいる。逆に、誕生時の木星は現在の2倍程度の大きさがあったと考えられる。木星内部構造の創造図。岩石室の中心角を厚い金属水素の層が覆っていると考えられている。木星の内部構造は中心に様々な元素が混合した。 高密度の中心核があり、その周りを液状の金属水素と若干のヘリウム混合体が多い、その外部を分子状の水素を中心とした層が取り囲んでいるものと考えられる。ただしこの構造は外見上からの想像に過ぎず、はっきりとわかっていない。中心核はケイ素など岩石質ではないかと想像されているが、その構造は温度。 圧力の状態と同じく分かっていない。1997年の重力測定に基づく中心核の規模の推定には様々なものがあるが、質量は地球の11から45倍で、木星質量全体の3%から15%程度を占めると考えられる。仮に木星成分が太陽と同じならば、岩石質の中心核は、 地球の5倍程度になるが、密度から計算するとその大きさは15倍程度となる。これは、巨大ガス惑星といえど、太陽系の元素素成よりも、水素やヘリウムが少ないことを示す。この中心核は、惑星形成モデルから予測される原子、太陽形成雲からの水素やヘリウムの集積が、行われた、際、同様に岩石や水の氷も、 木星の初期形成時に集まったと考えられる。この核が予測通り存在するとすれば、それは液体状の金属水素が起こす対流の中に混ざり込んだ物質が惑星内の深層部分に集まって形成されたことになる。この中心核は現在では固まっていると思われるが、活動している可能性を完全に除外できるほどの観測結果は得られていない。 中心核の周囲には微量のヘリウムや水の氷を含む厚い水素の層が広がっていると考えられ、それは木星半径の78%に相当する。深い部分は液体の金属水素が4万 km ほどの層をなし、その上部にはやはり液状の水素分子が約2万 km の厚さで覆っている。表面部分の深さでは温度は 水素の臨界点である 33K を上回っているため、水素は液層と気層を区分する境界が存在しない、超臨界液体状態にあると考えられる。しかしながら、上層部では、水素はガス状であり、1000km ほど下がると雲状の層となる。そして、層の下部では液状になっている。これらに明らかな境界は存在しないが、 深くなるにつれ徐々に熱を持ちの度も高くなっていく。木星の内部モデルは確立されておらず、これまで観測された初現地にはばらつきがある。回転係数 J6 の一つが惑星の完成モーメントから赤道半径1気圧下での温度を説明するために用いられていた。2011年に打ち上げられ、2016年に木星に到着した。 探査機ジュノーでは、これらの値を絞り込む役割があり、その結果から、中心核についての課題解決が進むことが期待されている。木星の赤道傾斜角は、3.08度から3.12度と、彗星に次いで小さく、自転軸がほぼ垂直である。このため、地球などに見られるような、気象現象の季節変化は、あまりないと推測されている。ところが、 木星表面の温度は極部分と赤道部分でほとんど差がない。さらに木星の表面温度はマイナス摂氏140度程度だが、これは太陽からの輻射熱だけで計算されるマイナス摂氏186度よりも高い。このようなことから木星は内部から熱を発していると考えられる。 太陽から受ける熱量の2倍に相当する熱量の熱源は水素より重いヘリウムが中心に沈む際に生じる重力エネルギーではないかと考えられている。木製内部の温度と圧力は内部に向かうほどにどちらも高くなる。水素が臨界点まで加熱され合い転移を起こす領域では金属水素が形成されるようになるが、その領域の温度は1万系。 圧力は 200GPA に達すると考えられる。金属水素層の底で温度は2万 K、圧力は 3600GPA、中心核では温度は 36000K、圧力は 4500GPA に至ると見積もられている。メディアを再生するボイジャー1号が撮影した木星大気の帯と大赤斑の動きを捉えた画像、木星の上層大気は ガス分子構成比で88から92%の水素と8から12%のヘリウムガスが占める。元素単位でヘリウムは約4倍重いため、重量比では水素75%、ヘリウム24%、他が1%である。内部は含まれる重い元素の比率が高まり、全体の重量比では水素約71%、 ヘリウム約24%、他が5%となる。大気には、わずかなメタン、水蒸気、アンモニア、軽素化合物も含まれる。また、観測からエタン、硫化水素、ネオン、酸素、硫黄も確認された。大気災害層には凍ったアンモニアの結晶が漂っている。また、赤外線や紫外線測定から、微量のベンゼンや他の炭化水素の存在も、 確認された。大気における水素とヘリウムの存在比は原子太陽形成運の理論的構成に近い。しかしネオンは5万分の1と太陽が含む量の約10分の1程度しかない。ヘリウムの比率も太陽の80%程度と少ない。この大気上層におけるヘリウムやネオン比率の少なさからこれらの元素が 洪水のように金属水素の層へ沈殿し惑星内部に沈み込んだ結果という説がある。木星は太陽系惑星の中でも最も厚い 5000km にわたる大気層を持つ。木星には個体の表面が存在しないため惑星の領域は大気が10気圧または地球表面の10倍に相当する大気圧の部分からと考える。 メディアを再生する木星の雲の帯が動く様子。この図では、木星の玉型表面を円筒に投影し、720,799ピクセルで表す木星の南の極、木星の南極の雲に色付けした画像木星は常時雲に覆われており、可視光で観測される表面は、個体の地面ではなく雲の表層である。この雲は、アンモニアの結晶や、 可能性としてアンモニア水流化物で作られたものと考えられる。これらの雲は大流圏海面に浮かんでおり、特に赤道域に相当する部分では井戸ごとに異なる流れを起こしていることが知られている。この流れは比較的明るい帯、ゾーンと暗い、島、ベルトに分けられることもあり、それぞれの部分にある物質が太陽光を反射する具合でこのように見える。 これらの部分は、赤道と平行に、東向きと西向きに交互に流れており、間に働く、相互作用は、複雑な大気循環を引き起こして、嵐の渦や乱流などの現象を発生させる。ゾーンやベルト部分のジェット気流は、風速秒速100メートルにも達する。このゾーンやベルトは、幅や色また風速などを、毎年変化させるが、 観測者の目には識別指名称をつけるに十分な識別が可能なほどその個別特徴を保つ。雲の層は厚さ5 0トル程度に過ぎない。しかもそれは少なくとも底部の厚い層と交渉の薄く目立つ層のに構造を持っている。さらにアンモニアの雲の下には薄い水の雲が存在すると予想される。木星の雲の中では 稲妻の光が見つかったが、これには極性分子である水が引き起こす電離作用が必要である。水の雲は惑星内部から供給される熱を受けて雷のエネルギーを蓄積する。この放電現象は地球の稲妻の1000倍にも相当する大規模なものである。木星表面に見られる雲のオレンジ色や茶色は内部から湧き上がった。 化合物が太陽の紫外線によって変質し色を変えたものである。詳細は未まだ判明していないが、リン、硫黄、炭化水素類が成分だと考えられている。発色弾として知られるこれら多彩な化合物は、比較的暖かい雲の下層で混合される。これが大流細胞の湧き上がりによって上層を覆うアンモニア結晶の雲の上に登ってくることで、色を持つ層が、 表面に形成される。木星は赤道傾斜角が小さいため、両極部分は赤道部分に比べて常に太陽光をあまり受けない状態が続く。そのために熱量を極に向かわせる対流があると考えられるが、それはあくまでも惑星内部で起こっており、観測できる雲の層では温度は釣り合っている。 ボイジャー1号が1979年2月25日に920万キロメートルの距離から撮影した木星を赤半とその周辺。この写真では大きさ160キロメートル程度の雲も識別できる。左側に見られる多彩な波状の雲が作るパターンの部分は波動が複雑に変化している領域である。 大赤斑の直下にある白い楕円形の嵐の大きさがほぼ地球に等しく、ここから被写体のスケールを判断できる木星を特徴づけるものに、赤道から南に22度の表面に確認できる大赤斑がある。周囲の温度が2度程度低いことからこれは高気圧性の嵐と考えられる。この大赤斑は地球からも合計12センチ以上の望遠鏡があれば、 死人することができ、少なくとも1831年には確認され、さらに遡る1665年には存在したと考えられる。これほど長期間にわたって維持されるメカニズムは解明していない。過去には、近くの突起部分が影響しているという説や、ソリトンではないかという説もあったが、 現在では巨大な台風と考える説が最も無理が少ない。計算では、この赤半を作る嵐は安定しており、今後も惑星が存在する限り消えないとも言われていたが、20世紀後半から21世紀初頭の観測により年々大きさが縮小していることが明らかになっており、 2014年5月15日、大赤藩が1930年代以降の観測史上を最も縮小していることがアメリカ航空宇宙局から発表された。このまま縮小が進むと21世紀の中頃には消滅すると考えられているが、一方で大赤藩の見た目は縮小しているものの、その原動力となっているウッズは存在し続けており、 消滅の危機にあるわけではないという見解も存在する。この楕円形の大赤藩の寸法は、長径2.4から4万キロメートル短径1.2から1.4万キロメートルであり、地球2から3個がすっぽり収まる。最も盛り上がっている箇所は、周囲よりも8キロメートル程度高い。半時計回りに回転しており、6日間かけて一周、する。2000年。 南半球上に小さいながら、大赤藩と同じものと見られる特徴的な大気現象が現れた。これは、もっと小さく白い楕円型をした複数の嵐が合体し一つとなったことで形成されたもので、これら小規模な現象のうち3つは1938年には存在が確認されていた。このブチは、オーバル BA と命名され、また赤藩ジュニアのあだ名がついた。 その後この縁はさらに強大になり、その色も白から赤へと変化した。木星の磁場の強さは、地球磁場の14倍に相当する。磁力は、赤道部分で4.2ガウス、極部分で10から14ガウスという太陽黒点を除けば、太陽系最大の磁力を持ち、地球磁場の約2万倍に相当する。磁極は、自点軸とややずれており、極性は、 地球と逆になっている。木星のオーロラ。三つの点は三つの衛星と繋がる、量子化磁束が作るオーロラであり、左側が、要下部の二つがガニメデとエウローパによってもたらされたもので、ある。ほとんどの明るい楕円は、メイノーバルと呼ばれ、その他にもほのかなオーロラの光も見られる。この磁場は、金属水素のマントルにおける。 導電物質の対流活動が引き起こすという説が有力である。木星磁気圏の特徴は、衛星イオが火山活動で軌道上に放出する二酸化化ガスが、硫黄や酸素等のイオンとなり、木星から供給される水素イオンともども惑星の赤道上にプラズマシートを形成するところにある。このシートは惑星と共に自転する。 磁気圏に引っ張られて回転し、遠心力によって引き伸ばされた円盤状となる。プラズマシートの中では、電子が0.6から30.0メガヘルツに達する強い電波バーストを発している。太陽風と磁気圏は、木星半径の75倍に相当する領域で、相互作用を起こし、バウショックを発生している。 このバウショックと磁気圏境界層との間の内側部分が磁気圏境界面となり木星の磁気圏を覆っている。ここに衝突する太陽風は風下へ木星磁気圏を引き伸ばしその外側は土星の交点軌道にまで達している。四大衛星はどれも磁気圏の中を交点しており太陽風の吹き付けから守られている。しかしこの磁気圏内部は 高エネルギー粒子で満たされており、地球のバンアレン体をさらに厳しくしたような環境にある。木星の磁気圏は磁場が発生する極の部分に激しい現象を起こす。衛星イオンの火山活動が磁気圏内に放出する。ガスは惑星を囲う円管の形に広がる。この中をイオンが交点すると、相互作用によってアルベーン波が発生し、イオンを木星の極まで運ぶ。 その結果、加速されて、メーザー発生機構として働き、エネルギーは、塩水の表面をなぞるように伝達する。この塩水と交差すると、地球では、太陽からの電波よりも高い出力が観測される。この強い時期のため、木星の極には常時オーロラが生じ、そのエネルギーは、地球の千倍に相当する。木星大気の主成分は、 水素分子 H2 であるため、流入する過電粒子によって電離し、H2 イオンとなり、これが H2 と反応を起こし、H3 と H となる。この H3 イオンがオーロラを起こす。また、磁力線が衛星と重なった際に生じる、フラックスチューブが極域とつながった箇所にも、天井のオーロラが発生する。1955年。 バーナードバーグとケネス・フランクリンは、木星から発せられた断続的な22.2メガヘルツの電波信号を検出した。この電波を観測した周期は、木星の時点と一致しており、ここから逆に、木星時点周期の正確な値を割り出すことができた。また、この電波バーストには、数秒程度の長い L バーストと、100分の1秒未満の、 短い S バーストがあることも判明した。研究によって木星は3種類の電波を発していると判明した。2010年には木星事情とほぼ一致する領域から強い X 線が放射されていることが日本の X 線天文衛星スザクの観測で判明した。この現象は木星周辺の領域で電子が 高速近くまで加速されることが主因と考えられる。木星とガリレオ衛星左からいお、エウロッパ、ガニメデ、カリスト。左の方がより木星の近くを公転する2021年11月現在、木星には衛星が80個発見されている。そのうち53個は直径1 0トルに満たない小さなもので、54個は、 母星となる木星の時点方向とは反対の光点軌道を持つ逆光衛星であることが確認されている。そのうち大きな4つの衛星であるイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストはガリレオ衛星と呼ばれる。イオ、エウロパ、ガニメデの3つは軌道共鳴状態にある。イオが木星を一周する間にエウロパは約1、2周、ガニメデは約1、4周する。 このためこれら3衛星には特定の場所で重力の共鳴作用が起き、その時、高転軌道は楕円型になる。なお、木星からの調汐力は衛星の高転軌道を円形にしようと働く。木星の間木星には3つの箇所からなる間が存在する。交換としても知られる木星表面に接している内側のトーラスの間。 比較的明るく幅 6400km、厚さ 30km の主管、そして外側の薄い玉木である。このうち、ゴサマー管は内側に一本の輪が、入れ子のように存在する。これらの管はアルベドが0.5程度と暗く、土製の管が氷を主成分にするのに対し、ゴミの比率が高い。 主管の材料は主に衛星、アドラステアとメティスから放出された物質と考えられる。放出された粒子は通常ならば衛星に戻っていくが、木星の場合は木星からの複射圧や磁場との相互作用の影響を受けて内側へ引っ張られ落ちていく。その一方で間には衛星から新たに物質が供給されている。このメカニズムは ゴサマーカンも同様で、衛星テーベとアマルテアが物質供給の役目を担う。他にもアマルテアの軌道に沿った岩石質の管が存在する証拠もあり、これも衛星から生じた微粒子からなるものと考えられている。木星軌道上に広がるトロヤ群と小惑星体太陽と共に木星が及ぼす重力は太陽系に大きな影響を及ぼしてきた。 太陽に非常に近い水星を例外に、ほとんどの星の軌道は、太陽の赤道面ではなく木星の軌道平面と、ほぼ一致している。小惑星の分布についても、カークウッドの空撃は木星によってもたらされ、高気重爆撃機が起こった原因こそが、木星の存在とも考えられる。衛星群とともに、木星の重力場は、 多くの小惑星に影響を与え、光天軌道上のラグランジュ点に集めた。この小惑星の集まりは、トロヤ群と呼ばれ、イーリアスに登場するトロイア戦争の人物名から、多く小惑星の名前が取られている。発見は1906年に、マックス・ボルフが見つけた、小惑星アキレスに始まり、現在では2000以上が見つかっている。ほとんどの短周期彗星は、 木星属彗星に属する。木星属彗星は、軌道長半径が、木星よりも小さい彗星であり、その起源は、エッジワースカイパーベルトだと考えられている。これらは、木星からの接動によって、短周期化と軌道の深淵化を引き起こした結果、生じると考えられている。百九十三年に、アマチュア天文家の櫛田義夫と、 村松治によって発見された串だ。村松彗星は1949年に木星の重力圏内に捕獲され、1から2度木星を周回した後、1961年に重力圏から脱出していた可能性が指摘されている。また将来的にはヘリン・ローマン。 クロケット彗星が2068年から2986年までの間に捕獲され、木星の周りを6回周回すると見られている。ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた2009年に発生した木星の衝突痕。幅 8000km 木星は太陽系の掃除屋という異名を持ち、それは内惑星の領域に比較的近い重力移動であるため、木星は 数多くの水星衝突を引き受けない惑星を保護してきたという考えから付けられた。木星がなければ地球に衝突する小惑星の数は千倍、数万年に一回衝突するという。しかし近年のコンピュータシミュレーションでは木星という重力点によって軌道を変えられてしまう水星があり内側に入り込む水星の数を優位に減らさないという結果も発表された。 この問題は議論を呼び様々な意見が示されている。1997年過去に木星を観察したスケッチ9枚が調査されたが、その中にあるジョバンニカシーニが1690年に観測したスケッチに木星衝突らしき痕跡を描いたものがあった。現代の観測では1994年7月16日から22日に かけて起こった襲名化アレビ第9彗星の20個以上の破片が木星の南半球に衝突した出来事が有名である。これは太陽系天体の衝突を直接観測した最初の例となった。また、この衝突は木星大気の成分分析に関わる重要なデータを提供した。2009年7月19日には、 南半球に衝突痕が発見された。これは大気表面に残った黒い点で大きさはオーバル BA にほぼ匹敵した。衝突が起こった場所は赤外線観測によって南極点に近い大気が温められていることから判明した。2010年にも小さな衝突が観測された。2010年6月3日にオーストラリアのアマチュア天文学者 アントニー・ウェスレイが発見し、後に、フィリピンでもアマチュア天文家、クリストファー号ーが成功した、ビデオ撮影された画像が発表された。さらに2010年8月21日、木星に小天体が衝突した、瞬間の先行を、日本のアマチュア天文家、立川正幸が観測、撮影した。木星への天体の衝突は極めて稀な、出来事とされていたが、 短期間のうちに連続して三件の天体衝突が発生したことから衝突確率に関する理論を見直す必要があるとも言われている。ユーピテル夜、そして太陽が低い時に地上から視認できた木星は古代から知られていた。古代バビロニアでは木星は神マルドゥクと同一視されていた。彼らは木星の王道に沿う。 約12年にわたる周期を用いて、王道12星座の各星座を定めていた。英語のジュピターは、ギリシア神話のゼウスと同一とみなされる、ローマ神話の神、ユーピテルを語源とする。この名は、インドヨーロッパ祖語におけるジュープターが変化した、故障であり、その意味は、天空の父たる神、または、火の父たる神である。英語における、 木星の形容詞常備案は、古くは常備あるとも書かれ、これは同時に、陽気な、愉快な、幸せななどの意味を持ち、中世の先生術師から守護惑星の意味として使われた。中国では王道に沿った光天周期がほぼ12年であることから、12時を司る最も尊い星として、再生と呼ばれた。また、 道教においては、天慶星の名で神格化され、五頭天皇さえ喰らう狂人として恐れられた。木星は、七要、供養の一つで、十大天体の一つである。西洋占星術では、神馬宮の支配性、僧魚宮の副支配性で、基地である。保護を示し、儀式、宗教、研究、妻の里方に当てはまる。木星を指す、天文学のシンボルは、 神の稲妻を様式化した記号であり、また、ギリシア語で、ゼウスの頭文字から、ローマ人が付けたものでもある。窃盗語ジーノは、しばしば木星に関わる諸物を表す単語に、用いられる。例えば木星表面の研究は、ゼノグラフィックと表現される。アルマゲストにて提案された、地球に対する木星の相対的な位置と動き、木星の観察は、 紀元前8から7世紀頃の古代バビロニアまで遡ることができる。また古代中国でも天文学者の監督が紀元前362年に肉眼で木星の衛星を観察したと関沢隆は主張した。これが正しければ彼はガリレオに先立つこと2000年前に衛星を発見していたことになる。 紀元前2世紀頃には古代ローマのクラウディオス、プトレマイオスが著作、アルマゲストにて、受縁と終点縁を用いて木星と地球の相対位置を説明し、木星の光天時間を地球時間で4332.38日、または11.86年とする、天動説の惑星モデルを作り上げた。499年には、インドの天文学者、 数学者のアリアバータが同じく天動説モデルにいて、木星光点を4 3 3 2 2 7 2 2日、または11.86年と計算した。1610年にガリレオ・ガリレイは望遠鏡を用いて木星に4つの衛星を発見した。これらは地球の月以外では初めて発見された衛星で、今日では ガリレオ衛星と呼ばれるいオゆウロパガニメディカリストである。これは同時に地球以外の天体力学の中心が初めて見つかった例でもあり、ニコラウス・コペルニクスの地動説を支持する有力な証拠とガリレオは主張したが、そのために彼は異端新門にかけられた。1660年代、ジョバンニカシーには新型の望遠鏡を用いて、 観測を行い、木星表面のブチや多彩な帯を発見した。さらに、惑星全体が極方向で潰れた、扁平状であることも侵認した。これらの観察から、彼は、木星の時点時間を計算し、1690年には、大気が、作動回転を起こしていることにも気づいた。ボイジャー1号撮影の映像に着色したもの。 大赤藩や百藩などが見られる南半球にある木星を特徴づける大赤藩は1664年にロバート・フックが発見したとも1665年にカッシーニが発見したとも言われるその詳細は1831年に薬剤師でもあったハイムリッヒ・シュワーベが初めて記録した 記録によると、大赤藩は1665年から1708年の間には見つけられなくなり、1878年頃から次第に見えるようになった。1883年以降、今日に至るまで、大赤藩は一貫して観測され続けている。ジョバンニ・ボレリとカッシーニは、木星衛星の動きについての精緻な図を作成し、木星の前後を通過する予測を立てた。 しかし1670年代までの観測では地球から見て木星が太陽の反対側にある際衛星の木星面通過は予測よりも17分遅れることが判明したカッシーにはこの観測結果を受け入れなかったがオーレレーマーはこの際が生じる理由は光には有限の速度があると考えここから拘束を求めた1892年 エドワード・エマー・ソン・バーナードは、カリフォルニアのリック・台にある36インチ屈折望遠鏡を使って、木星5番目の衛星アマルテアを発見した。優れた視力を生かした彼の発見は、目視観測で発見された最後の衛星となった。ヨーロッパ南天天問題の超大型望遠鏡、VLT が捉えた。 木星の赤外線映像1932年、ルーペルトビルトは、木星のスペクトルを解析し、アンモニアとメタンの吸収線があることを示した。1938年には、白藩と呼ばれる永続的な3つの高気圧性の楕円板が見つかった。これは、数十年間にわたって個別に存在し、 時に近づくことがあっても合体することなく存在した。しかし1998年には二つが合わさり、2000年に残りの一つも含まれてオーバル BA となった。1973年を皮切りに多くの無人探査機が木星観測を行っている。その中でもパイオニア10号が太陽系最大の惑星に近づき多くの発見をもたらしたことが、 知られている。太陽系の他の惑星に到達するには、探査機の速度変化である、デルタ V を引き起こすエネルギーをどれだけ、費やせるかによって決まる。ホーマン線意軌道を通って地球から、木星の低軌道に至るには、デルタ V は、秒速 6.3km であり、地球から打ち上げるのに必要な、デルタ V 秒速 9.7km との差を埋める、必要があった。 これはかなり長い時間を要するが惑星の近接飛行によるスイングバイを用いて縮めることができる。ボイジャー1号が1979年1月24日に距離4000万キロメートルから撮影した木星の姿1973年から数機の探査機がフライバイ航行法を用いて木星観測に向かった。パイオニア計画では初めて 木星といくつかの衛星の近接写真が撮影された。惑星近くの固有磁場が予測よりも非常に強かったが、探査機に致命的なトラブルは生じなかった。これらの探査機軌道は木星形質量の予想精度を高めることに役立った。また、探査機の無線信号が惑星によって遮蔽されたことで、木星の直径と極方向の扁平についての詳しい。 情報が得られた。6年後に行われたボイジャー計画では、ガリレオ衛星に関する知見が深まり、また木星の管が発見された。また、大赤斑が高気圧性の減少ということも知らしめ、パイオニア計画との画像比較から、大赤斑の色が、オレンジ色から暗い茶色へ変わったことも判明した。衛星イオについて軌道にあるイオン化原子の円環が、 見つかり、また表面では噴火中の火山活動も確認された。探査機が惑星の夜側を通過した際の観測から稲妻の光も観測された。次に木星を通過するフライバイは太陽観測衛星ユリシーズが言った。これは太陽の極に到達するための経路に使われた。その際、ユリシーズは 木星の磁気圏に関する情報を得たが、カメラを搭載していなかったために、画像情報の追加は行われなかった。ユリシーズは6年の間隔を経て2度目のフライバイを行ったが、その位置は木星から遠く離れた軌道を取った。2000年には、探査機カッシーニが土星へ向かう途上で、木星観測を行い、それまでにない高い解像度の映像を撮影した。 2000年12月19日には、第6衛星、ヒマリアの撮影に成功したが、解像度は低く表面状態の解明は進まなかった。探査機ニューホライズンズは、名応星を目指す、航行中に、木星で、フライバイを行い、2007年2月28日に、再接機にした。ニューホライズンズのカメラは、衛星イオの火山起源のプラズマを計測し、 その他のガリレオ衛星の詳細だけでなく、ヒマリアやエララに対しても長期間観測を行った。木星系の画像撮影は2006年9月4日から行われた。通過ではなく木星を周回しつつ、観測を行った探査機はガリレオのみであり、1995年12月7日に周回軌道へ投入されてから7年間にわたって、ガリレオ衛星や アマルテアなどのフライバイを含む観測を行った。それに先立つ1994年には、シューメーカーアレビ第9彗星の衝突が起こった際に、探査機ガリレオは通常では望めない位置にいたこともあって、観測を行った。しかし、木星系にたどり着いた後に観測で得た情報が、膨大になった上、氷特電波アンテナを展開させることに失敗し、 情報発信に制限がかかってしまった。1995年7月にはプローブが切り離され、12月7日には木星大気の探索が始められた。プローブはパラシュートを開いて、震度 159km に到達する75分間データを送信し続け、機能を停止した。その位置は、気圧は地球の約28倍、温度は、 摂氏185度に達していた。プローブは溶解してしまったものと思われる。探査機ガリレオは使命を得ると、エウロパのような生命が存在する、可能性を持つ衛星に落下しないように、2003年9月21日に、意図的に木星内へ、時速50キロ以上の速度で落とされた。運用中の探査には、NASA が2011年打ち上げた。 国軌道から木星を詳細に観測する受脳がある。これは2016年に木星に到着しており、木星を観測中である。また、木星の衛星、エウロパやガニメで、カリストには、表面の氷の下に液体の海があると推測され、強い関心が持たれており、NASA は木星氷衛星周回機を検討したが、この計画は、資金面から難航し、 2005年に頓挫した。ヨーロッパでも、エウロパ探査の計画が検討されたが、2007年に、オクライリとなった。このほか木星と衛星の観測を目的とした、エジズムも、NASA とエサ共同の下で進行しており、これは、土星系探査のタイタンサターンシステムミッションに、先行する旨が2009年2月に発表された。ただし、エサの負担は、 他のプロジェクトに影響を及ぼす懸念が拭えない。計画では、NASA のジモやエサのジュピターガニメデ計画を基軸に、2020年頃に実行が見込まれる。中止された、探査機1953年に行われたユーリー・ミラーの実験は、原始地球の大気に存在した化学物質から稲妻によって、生物を構成するアミノ酸など、 有機化合物が合成されることを明らかにした。この実験で使われた大気は水、メタン、アンモニア、水素分子などであり、これらは木星大気にも含まれている。しかし木星には強い垂直方向の空気循環があり、このような物質は高温の惑星内部に運ばれて分解してしまい、 地球型の生命が発生することを妨げると考えられる。また、大気中にある水の絶対量が乏しい点と、岩石核の表面が惑星へ深くの強い圧力にさらされていることも、地球型生物の発生条件にほとんど適さないと考えられる理由である。しかし、ボイジャー計画前の1976年には、木星の上層大気中にアンモニア化。 水を媒介とする生物が存在する仮説が示された。この説では、地球の海のような環境を当てはめたもので、上層部に漂い光合成を行うプランクトンが存在し、その下部にはこれらを食料とする魚のような生物が、さらに下には魚を捕食する生物がいると想定した。ハーバード大学教授のカール・セーガンは、 木星の中心にある岩石室の中心核は周りを広大な水の海で囲まれ、そこに生物がいる可能性を示唆した。彼は木星内部は高温であるが一方で高圧でもあり、水が液状で封じられているとすれば、その体積量は地球の海の620倍と試算した。液体の水ならば重力や外部の気圧は、 影響を及ぼさず、また、生命の素材たる、有機化合物は、木星表面の観測から多量に存在すると、考えられる。ただしこの説を確かめる術はない。木星のような外惑星が逆光して見える現象は、地球との相対的な位置関係からもたらされる。地球上から観測すると、木星は、太陽、ガツ、金星に続いて4番目に明るく見える天体である。 しかし、時に、火星が、木星よりも明るく見えることがある。これは、太陽と木星と地球の相対的な位置が関係し、木星が太陽との章にあるときは、マイナス2.9等級、合わせにあるときには、マイナス1.6等級と、明るさが移り変わるためである。また、角直径も50.1から29.8秒までの、間を変化する。位相角は、 最大11.5度であるため、地球から見ると木星には影でかける色がほとんど視認できない。ありがとうございます。